翔でございます。この動画は特殊な競馬の手法を紹介するチャンネルでございます。妙味のある穴馬を狙い撃ちし、回収率にこだわった競馬を目的としております。手法の内容がよくわからない方は再生リスト内にある入門編解説の動画をご確認ください。本日は良い配置による穴馬予想とこの手法に資するデータ資料を無料提供する無料無償の掲示板のパスワードを動画内で発表することと、日曜日の中山競馬場の騎手厩舎の好配置を確認してまいりたいと存じます。追加のパスワードは2つございます。それぞれ Twitter とブログ内で1つずつ掲示いたしますのでご確認ください。1番、ペルシアンナイト、池江厩舎。こちらはアナザー配置で、日曜日阪神8レース、日曜日中山11レース、一の位かぶりでかぶっております。2番は好配置がございませんので飛ばします。3番、モズベッロ、森田厩舎。こちらは単日で見ると11レースに2頭出ししており、どちらも枠の2番でかぶっており、単日花丸となっております。さらにアナザー配置で、日曜日阪神6レース、日曜日中山11レース、ベスト系の表裏で3番でかぶっております。パスワード1つ目は7、4番、メロディーレーン、森田厩舎。こちらは先ほどと同じ11レースに2頭出ししており、枠の2番で花丸となっております。5番、ディープボンド、和田騎手。7レース11レース一の位かぶりでかぶっております。6番は好配置がありませんので飛ばします。パスワード2つ目は5、7番、クロノジェネシス、斉藤厩舎。こちらはアナザー配置で、日曜日中山11レース、日曜日阪神12レース手裏の好配置でかぶっております。8番、ユーキャンスマイル、こちらは藤岡騎手で、
本日1回騎乗となっております。友道厩舎、こちらはアナザー配置で、土曜日阪神5レース、日曜日中山11レース、41番の循環で花丸となっております。9番、ステラベローチェ、菅井厩舎、こちらはアナザー配置で、土曜日中山11レース、日曜日中山11レース、ベスト系の表裏9番でかぶっております。パスワード3つ目は0。10番、エフフォーリア、シカト厩舎、こちらはアナザー配置で、土曜日阪神11レース、日曜日阪神10レース、日曜日中山11レース、循環の26番で3連続でかぶっております。11番、アリストテレス、おとなし厩舎、こちらはアナザー配置で、日曜日阪神9レース、日曜日中山11レース、日曜日阪神11レース、日曜日阪神12レース、11番の表裏で4連続でかぶっております。12番、シャドウディーバ、横山騎手、こちらは日曜日のみ単日1回騎乗となっております。さらにアナザー配置で、土曜日阪神11レース、日曜日中山11レース、ベスト系の表裏5番でかぶっております。パスワード4つ目は2。13番、赤い糸、みゆき騎手、6レース9レース11レース、一の位かぶりの3連続で単日花丸となっております。さらにアナザー配置で、土曜日阪神12レース、日曜日中山6レース、日曜日中山9レース、日曜日中山11レース、4連続の一の位かぶりでかぶっております。14番は後配置がありませんので飛ばします。15番、
席、松山騎手、11レース、12レース、一の位かぶりでかぶっております。パスワード5つ目は4。16番。タイトルホルダー。栗田厩舎。9レース、11レース。表裏1番の単日花丸となっております。さらにアナザー配置で土曜日中山4レース、日曜日中山9レース、日曜日中山11レース、循環の32番で3連続の花丸となっております。続きまして、後配置に基づく中穴穴系の馬の予想をしてまいりたいと思います。まず1投目、1番、ペルシアンナイト。こちらは池江厩舎でベスト系のアナザー配置がございますので、日曜日の阪神8レースの結果を見て11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。2投目は3番、モズベロ。こちらは森田厩舎で系のアナザー配置がございますので、日曜日の阪神6レースの結果を見て11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。パスワード6つ目は3。3投目、5番、ディープボンド。こちらは和田騎手でベスト系の配置がありますので、7レースの結果を見て11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。4投目、11番、アリストテレス。こちらはおとなし厩舎でベスト系のアナザー配置がありますので、日曜日の阪神9レースの様子を見て11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。最後に15番、奇跡。こちらは松山騎手でベスト系の配置がありますので、
1レースで先買いするかどうか取捨選択するといいかと思います。以上、5頭と結ぶ相手として7番クロノジェネシス、こちらは現在2番人気となっておりますので、先ほど挙げた5頭と絡めて買うかどうか取捨選択するといいかと思います。以上でございます。追加のパスワードに関しては明日の午前中をめどに、下記コメント欄に記載した Twitter とブログ内に掲示させていただきます。この動画の内容が良かった方はチャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。